はい、今回のテーマはテンションコードの効果的な使い方というテーマで話していきたいと思います。でテンションを含むコードっていうのは、まあ、おしゃれに響くっていうのは情報としてご存知の方が多いかなと思うんですが、じゃあコードをテンションを含んだコード、まあ、9th、11th、13th とかを入れたコードにすれば単純におしゃれな響きになるのかといったら必ずしもそうではなくて、やはり必然的な場所で使ってあげる必要があると思います。でどういった場合が必然的なのかと言いますと、一番シンプルなパターンとしてはメロディーを意識することですね。例えばコードに対してのメロディーの度数、これが 9th に当たる場合はコードも 9th にしてあげる。例えば C のコードの時にメロディーが D で始まる、あるいは D の占める割合が多いようなメロディーの時はコードもそれに合わせて C add 9とかにしてあげると非常に自然に響くと思います。ただこの場合コードも add 9にするかどうかっていうのはその人のセンス次第でして、例えば周りの楽器は C の C と G 1度と5度しか弾いていないパワーコードの状態だけどメロディーは D を歌っているっていうようなアレンジとかでも非常にかっこいいと思います。この場合どういう状態になっているかというと、周りの楽器が C のパワーコード C と G サードをオミットした状態ですを弾いているのですが、歌が D にいるのでその時点でアンサンブル全体として C と G と D が同時にいるような状態になっているので C add 9的な響きになります。まあ、今の例だとサードがいないのでマイナーかメジャーかわからないっていうところもあるので C サス2という表現もできるかもしれませんが、メロディーもコード等の一部として考えてあげるのがいいかなと思っています。で逆のパターンで良くないコードの使い方としまして、例えば C のコードの時にメロディーも C を奏でている、あるいは C でいる時間が長い、 C で占める割合が多いという時にコードを例えば C メジャー7とかにしてしまうと、メジャー7に当たる音は B ですから、 C の半音下、つまりメロディーと半音下の音がコードの中で鳴っていることになってコードを邪魔してしまうことが多いです。もちろん前後のコード進行とかキーとかにもよるのですが、この場合は C メジャーをコードを弾いてメロディーも C を弾いているので素直に C とライアドとかにしてあげる方が自然な響きになることが多い。このように、まあ、セブンスにするかとかテンションをコードに加えるかどうかを考えるときに、メロディーがどこの音を奏でているのかなっていうのをまずは見てあげるといいと思います。その上でメロディーを邪魔しない範囲で足せるようなテンションがあったら足してみる。そしてやはり重要なのは実際鳴らしてみて前後関係とかも比べて聞いてみるのがいいと思います。で前後関係の話ですと、例えばずっとトライアドで来てるのにとある一箇所だけテンションがたくさん乗っている和音だったりすると、その小節だけ情報量が非常に多くなってしまうので、まあ、前後関係として違和感を感じてしまうことが多いです。なのでその小節単体での響きもそうですが、前後関係通しての響きというのも非常に重要になってくるので、そこも注意して音を積んであげるといいかなと思います。はい、以上がテンションコードの効果的な使い方の話でした。